ショーケースは始まったらほんまに一瞬で、その間にアルバムもリリースされて、皆さんのおかげでオリコンチャート1位にもなれて、ね、うん、なんか TWICE のコンサートとかライブとかしてても普段めっちゃ感じることってすごい多いけど、ミサモの今日の最終日の日はまた他の感じ、うん、なんか一回も感じたことない感じだったかも。なんかすごい達成感があったかもしれない。うん。わかる。うん。うん、今日あのメンバーからメッセージをもらって、うん、すごくそれを見てなんか感動しました。うん、そしてなよんちゃんがあの日本まで私たちのショーケースを見に来てくれてたので。うん、すごく感動、うん、日本まで来てくれると思ってなかった、ね、ね、すごいびっくりしました、うん、それじゃ誰か嘘ついてなかったね、自分も見つからなくて、あ、何や嘘かったドッキリ、なんか見た目言ってなくない、メンバーとか来たりするんかな、うん、で一回言っててモーニーと自分で絶対来るやろ、え、日本やで、うん、日本やで、さすがに来れんやろって言ってたんですけど、そうやな、忙しいしな、そう、あと他のメンバーも生配信のやつも見てくれてて、うん、チケット買ってくれてね、見ながら一緒に泣いたって言ってくれた、なんかほんまに今日最後に、ま、思ったこと感じたことめっちゃ多かったけど、あー TWICE やからこそのミサモなんやってめっちゃ思った、 TWICE があるからこそここに折れてるしみたいな、しかもうちらの TWICE のメンバーの関係ってほんまにいい関係やなってめっちゃ思った、うん、いやもう最初のもうずいちゃんの顔出た瞬間からもう涙が、もう泣いてた、泣いてた、自分だけと思ってた、泣きそうになったけど我慢して、わかる、めっちゃ我慢してたらチョンヨンが泣き始めて、もう我慢してた、チョンヨンが泣くのってなってで、そっからちょっと涙ボタンが押されました、いやもうメンバーの顔見ただけで本当に涙が、うん、溢れてきました。いつやったっけ、 M ステの時も、 M ステ始まる、ま、M ステの日も朝その日に日本空いてたから、その日からもメンバーとずっと連絡取ってて、なんか見てるよって頑張ってってめちゃくちゃ応援してくれて、本当にモニター動画とかがね、うんうん、共有されるからそれ見て見たよって、うん、頑張ってって言ってくれてました、うん、今回ステージやってみて、ショーケースツアーやってみて、なんか思い出に残ってるっていうか印象深かったステージとかあるの？なんかみんな覚えた、うん、あれなんか練習ではなかったんですけど、うん、本番の時にだからあの私たちのその構成とかダンスをやってくれてるオンニがいるんですけど、オンニも、え、みんなこれいきなり本番なのびっくりしたみたいな、めっちゃびっくりしたみたいな、自分たちは見えてないから知らんくって、うん、後からモニター見たら、え、こんなことしてたんやと思って、でももともと振りがあんな感じやったけど、ちょっと自分がオーバーにしたんかもしれん、え、元の振りどんなの、知らんの、普通にこうやったと思うで、あー、バネタミン、これをそう、目をつぶりながらちょっとやりすぎたかもしれないけど、いや、いや、
それがハイライトです。で、結構ワンスの皆さんもハニーバレンタインのステージが良かったっていう、うんうん、好評が多かったので、これ作詞して良かったなって改めて思いました。うん、なんか最初にデモ曲バーって来てたやんか。うん、でその中で、あ、これ絶対ダンスしたらいいなと思ってた曲も何曲かあって、多分それがハニーバレンタインやってん、そのうちの1個あったやつが、うん、でもあ、なんかパフォーマンスの曲自分らと他のメンバーにやってほしいなと思って選ばんかったけど、いやほんまにめちゃくちゃいい感じの歌詞に王子が書いてくれて、ね、来てくれてた友達とかにもハニーバレンタインのステージめっちゃ良かった、うん、結構多かった、よかった、すごい好評やった。うん、なんか突然ふって思ったのが、うん、セレブレイトで M ステに出た時にちょうど楽屋でタイトル曲自分らずっと聴きながら読んでて、で、多分その中にさ、一回ファニーバレンタイン入ってたくない、入ってたっけ、そう、入ってた、覚えてない、そう、入ってた、ヤンダカーでも入ってたんじゃなくて、あ、入ってたっけ、いや、それはその後で、その M ステぐらいの、だからちょうど1年前ぐらいか、うん、に、その幸福広報曲聴いてる時にハニーバレンタインが入ってて、うん、でもいいけどこれがタイトルなのかみたいな感じのあれやって、うん、で結局その収録曲の中の候補に入ってたから、うん、そっから選んで、なんかすごい今やけど、そんな時から自分はずっと悩みながら準備してたよなとか思って、うん、って考えたらほんまに長い間このマスターピースのアルバムについてずっと考えてたなって、うん、マスターピースにするまですっごい長い時間ね、いやもうふってこう思い出したのその瞬間、トワイスの曲ももちろんいろんな方たちがさ、いろんな曲たくさん送ってくれはってるのも もちろん分かってるけど、ミサモに関しても曲すっごいいっぱい集めてくれはったし、すっすごいいっぱいの曲をミサモにくれようとしてた方々がすごく多かったので、この場で感謝の気持ちをお伝えしたいと思います。慎重に選ばさせていただきました。あとこのタイトル曲の Do Not Touch の歌詞もJI Park さんがしてくれたんですけど、うん、その今回のなんかこのミサモのコンセプトにすごい合ってる、うん、なんか Do Not Touch でこう触れないなんかこう、うん、感じがすごいいいなって、よく考えたら思いました。コンセプトがパッて決まったもんな、うん、めっちゃはっきりするようになったかな、うん、なんかミサモしようと思ってるってお話聞いてから、どんなコンセプトにしようと思ってるんですかみたいな話聞いてたら、なんか、あ、全然これからみんなで話して決めていこうと思ってる、ミサモの意見も聞いてって言ってくれてて、でその後ほんまにいろんなコンセプトとか、ミサモっていう名前じゃなくて他の名前の候補とかもめちゃくちゃ出てたけど、なんかコンセプトもほんまにデビューアルバムのコンセプトもすごく良かったなと思うし、やっと形になったって感じ、なんか他のメンバーとかもすごい聴いててくれてて、うん、曲とか、曲、ね、これどうこれどうって言いながら、で、はっきりとした意見を言ってくれるのがメンバーなんで、ありがたかった、本当に、あとやっぱり今回のショーケースでこうやって ONCE の皆さんがほんまに後ろの方まで埋めてもらって、なんかこの3人でそうやってワンスにお会いすることは初めてだったので、すごい親近感っていうか、なんか新しい気持ち、新しい気持ち、新鮮、そうそうそう、親近感ってこういうこと言いながらなんか違うかなと思うんですよ。絶対お母さんなのさ、うーって気づかない、昔からの自分ら知ってるから、なよんちゃんも自分らが始まった時から泣いてた、そう、一曲目何か分からんか、自分の涙しか見えんかったそう、なんか成長を見届けられた感じだった、ね、なコメントちょっと読んでみよう、コメントを読んでみます。で、あ、いっぱいの人がフォローしてくれてて、あ、ほんまや、今フォロー中でコメントがちょっとあんまり見えないんですけど、見えな、全部このフォローしましたしましたっていうやつばっかりで、ほんまや、フォローありがとうございます
しれない。これからいつか出る TWICE のアルバムと美様の JAPAN アルバムを楽しみにしていてください。こんな風に急にインスタライブとかすることもないと思うので。コメントがない。うん、フォローみんなあの一緒にライブしたいみたい。新生かフォロー。あ、こっちで見える。あ、なるほどね。これなんか、あ、なるほどね。なるほどね。アカウントだから、そのあ、最大値が当たって全員に会えます。待ってます。よかった、ももりが一枚奪ってしまったから、ね。うん、奪ってもらったから。ショーケース行けなかった、会いたかった。また、いつか次の機会でお待ちしております。ひろいさん、なにひろいさん、かわいいってスクショタイムください。カシャでいい感じになってる。写真撮れどう。おもろい。止まってるの。ミータンの涙にもらい泣きしましたって。要はもうあれでも精一杯我慢したいんだよね。うんうんうん。だって最後一曲残ってるからさ。そう。それが心配心配だった。泣いてもうた自分と思って。一応たった瞬間それ思ってた。うん。思ってた。でも無理やった。我慢できなかった。T シャツ白と黒どっちの方が好き。でなんかこれなんか自分はこれのあちゃんの、うん、なんかこの白がすごいシンプルで、うん、なんか面白いって言ったらいいんかな。触んなって感じ。ほんまに触んな T シャツっぽいやん。うん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 。なんか後ろ見えなかったな。感じのシンプルな感じで好きかも結構、うん。友達これ会社に来てって。え、でもなんかこれなんかめっちゃなんかこうグッズ感がないから、うんうんうん、普段から着れるから面白いなと思う。そうですね、皆さんあのちょっと今日はあのデリケートだなっていう日はこれを着て出てくださいな。触んないよ。クレマという、はい、今回触んな沼でアイセが一番面白かった。なんか強くなったな。ミサモでサワンナです。サワンナで、それでは聞いてください。サワンナ、サワンナ。それ逆に気になるかも。面白いな。ミサモポーズ決まった。なんか今日1個候補でなんかこういうのがあったんですけど、うん、でもこれ S がどこにあるのっていう疑問になっちゃって。そうそう。え、このなんなら今横にいらっしゃるお家にエサってどこにあるんですか。写真撮られたらもういいんじゃないって言われた。もういっか。ハートあるからいいんじゃないじゃあハートがサータンってことで。でもこれなんか可愛いな。うん、可愛い。可愛い。なんか若干さ、なんか変なとこに力入らへん。なんか確かにちょっと難しいかも。で一発でパッてできひん。合わへん絶対。なんかここ釣りそう。うん、びっくりした。自分のここのモニターの顔見たら顔つっててびっくりした。自分の顔がつりすぎててびっくりした。水のポーズかわいいやって。どうするでいいか。え、どうする。サータン次第。そうや、 S がないサータンが決めた。どうしようかなどうしようかな。だからまあ S がどっかからっていう。だって親指で S 作らなあかんねん。こんなの親指曲がる人じゃないか、無理や。てかほんまに S ないんかな。 S あるけどその使った方に直接お話聞けてないからないとかじゃない。なるほど。どっか説明聞いたらあるかも。だ誰が作ってくれたんですかこれって。あ、こうよ、はい。あ、こうギリここにこう S みたいな。リータンミリボン見せてって。リータン、ミータン、ミータンリボン見せてって。今日のこれ一回見だけ。ありがとう。可愛いですね。こっちこっち。こっちこっち。ミサも今日は
モモリンのハイタッチ与えました。モモリンのハイタッチ結構強いみたいな声が期待できてな。みーたん髪ザラザラすぎ、ロングかわいいって。そうですね、どこまで伸ばすかみたいな感じになって迷ってる。うん、どうしたらいいか分からへんから、とりあえず伸ばして。さなちゃん、かわいい。もう無理、安定のゼロ国語、結構喋ってるからね。結構上手いじゃん。噛んでるだけやな。うん、ショーケースの時はめっちゃ上手かった。やった、あれ褒めすぎた。ちょっとみーたん甘やかさんとって、褒めてもうた。まあまあって感じですかね。はい、ということで、またね、みさまで次、まあ、ハイタッチもあるので、うん、まあすぐお会いできるはず、はい、またみさまでお会いできることもあるし、トゥワイスとしてもまた今コンサート中なのでお会いできる機会があるもあると思うので、その時にまたお会いしましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。今日は消せるかな。